サー主婦の美容チャンネル、みいきです。今回はですね、人気の韓国コスメのクレンジングオイルを比較レビューしていきたいと思います。それでは動画スタート。ということで、今回比較レビューするのはマニョピュアクレンジングオイルとナンバーズイン1番のさっぱりスッキリクレンジングオイルです。どちらも油脂系クレンジングオイルで、オイルなのでしっかりと汚れを落としてくれて乾燥しづらいというところで人気の商品です。まずは価格の方を見てみると、ちょっとね、韓国コスメ値段に変動があったりするので、あくまで私調べの比較になっちゃうんですけど、こちらのマニョの方が 200ml で2880円、ナンバーズインの方が 200ml が2本入りの価格で3960円で、私は目代わりの時に購入したので、こっちのマニョの方が 300ml 入りの大容量タイプで2280円で、こっちのナンバーズインの方は2本入りで2640円で購入しました。価格で比べると、まあ、若干だけどナンバーズインの方が安いです。でも9点の公式サイトは2本入りしか私見つけられなかったので、1個から買えた方が試しやすいですよね。ではこちらマニョの方、まずオリーブヤングっていう韓国の薬局、まあ、日本でいう松木代みたいな感じのところで、3年連続オリーブヤングアワードっていうのを受賞しているぐらい、すごくね、人気の商品です。多分9点の目代わりでもクレンジングオイル部門1位の商品なんじゃないかなって思います。で、成分がホホバオイルと植物性オイルがメインの油脂系クレンジングオイルになっていて、最初に言った通りしっかり落とすけど潤いをキープしてくれるようなクレンジングオイルになってます。で、特徴はクレンジングオイル塗った後にお湯をなじませて乳化すると思うんですけど、その乳化する時にフォーム上に変化するっていうのがこの商品の特徴です。で、 99.9% 自然由来で作られているそうで、界面活性剤と言われる洗浄成分も植物性のものを使われているそうです。なのでかなり低刺激な処方になっているそうです。こうお肌荒れやすい方とか敏感な方はこの界面活性剤で荒れやすくなるっていう方もいるので、そういう方にいいかもしれないですね。続いてこちらのナンバーズのインナンバーズのインまずリップスっていう日本の口コミサイトですね。こちらでクレンジングオイル部門3位を受賞しているそうです。で、こちらメインの成分はコーン油とマカダミア種子油で、こちらも油脂系クレンジングオイルで、しっかり落とすけど潤いをキープしてくれるクレンジングオイルです。で、商品説明にはオイルのヌルヌル感を改善してさっぱりとした使用感と書いてあるんですが、実際のところ私使った感じ、オイルのヌルヌル感ちょっと感じるんですよね。まあ、ヌルヌルじゃないんだけど、オイルの感じは残るなって思いました。まあ、逆に言うとその分潤ってる感じがあるので、まあ、ちょっと好みが分かれるかもしれないです。では実際にこちらの2つを使ってクレンジングしてみます。まずこちらマニョピュアクレンジングオイル、摩擦をなくすために4回ほどプッシュしてたっぷりと使います。で、顔全体になじませてメイクや皮脂汚れを落としていきます。で、その後水分を足して乳化します。そうするとこんな感じ、乳化した後フォーム状になるということで、かなりね、クリーミーな厚みのあるテクスチャーになります。今回ウォータープルーフのマスカラとアイライナーを使ってアイメイクかなり濃いめに仕上げたんですけど、メイク落ちはこんな感じです。結構しっかり落ちてくれますね。若干マスカラがまだ残っているかなっていう感じはします。でも鼻の毛穴汚れとかザラザラも少しツルッとした印象があります。で、洗い上がりの方全然乾燥を感じないですね。で、ぬめり感っていうのも全く感じないです。続いてナンバーズイン1番さっぱりスッキリクレンジングオイルでクレンジングします。こちらもさっきと同じようにウォータープルーフのマスカラとアイライナーでアイメイクしっかりめのメイクです。こちらも使い方も一緒ですね。多めに使って肌になじませてから
乳化して洗い流します。で、使ってみた感じ、こちらの方が洗浄力高いかなと感じました。マスカラの残り具合比べてみると分かりやすいかなと思います。で、洗浄力こちらの方が高いと感じたのに、乾燥はこちらの方がしづらいんじゃないかなって思いました。さっきも商品説明の時に言った通り、若干オイルっぽさが残るというか、ちょっとしっとり感が残るような感じがあります。角栓とかのザラザラにとってもいいと思います。はい、ということで両方とも1ヶ月以上使用してみたんですが、メイク落ちはナンバーズインの方がいいんじゃないかなって思いました。で、乾燥もこちらの方が感じづらいと思いました。でも私は混合肌で乾燥しづらいタイプなので、全然こちらの方でも乾燥は気になったことはないです。なので混合肌の私からしたらどっちでもいい。でも特に乾燥感じやすい人はナンバーズインの方がいいかも。ただそのオイル特有のしっとり感っていうのがぬるぬるっとした感じが苦手だなって感じる方もいるんじゃないかなって思いました。だからオイルのぬるぬる感が苦手な人にはこっちの方がいいかも。で、お肌に優しいっていうとちょっと語弊があるんですけど、自然由来の成分がお肌に合うよっていう方にはこちらのマニョの方がお肌が荒れにくいかもしれないです。で、どちらも角質ケアにとってもいいなって思いました。そこの部分では両方ともしっかりこう毎日使ってあげることで角質ケアがしっかりできて、お鼻のツルツル感を維持できるなって思ったので、あとは価格だったり使用感だったり参考にしていただけるといいかなと思います。で、正直どちらもめちゃくちゃ良かったです。私は特に乾燥が気になるタイプでもないし、どちらかというと汚れをしっかり落とせればそれで満足なタイプなので、両方ともその最低限の汚れをしっかり落としてくれて角質ケアができるっていうところがクリアしてくれているので、両方ともめちゃくちゃ気に入っているんですけど、まあ、強いてどちらをリピートするか選ばなきゃいけないとしたら、ナンバーズインの方かなって思います。ちょっとだけ洗浄力がこちらの方が高いっていうところで私はこっち派かな。でも本当にこれは好みだと思います。このオイルクレンジングが好きな方はどちらを買っても結構気に入っていただけるんじゃないかなって思います。はい、ということで今回は韓国コスメの人気のクレンジングオイルを2種類比較してみました。両方とも9点のメガ割りになるととってもお得に購入できるので、ぜひチェックしてみてください。それでは今回の動画が少しでもいいなと思ってくれたら、チャンネル登録と高評価ぜひよろしくお願いします。それではバイバーイ。